深掘りしたい話題について毎日新聞の記者や専門家に話を聞くニュース解説前目。今日のテーマは川崎市でヘイトスピーチに初の罰則条例です。公共の場所でヘイトスピーチを繰り返した者に刑事罰を科す川崎市の人権条例が12日市議会で出席した議員全員が賛成して可決成立しました。ヘイトスピーチに刑事罰を定めた法令は全国で初めてです。どのような経緯でこの法令が成立したのか、その意義は何なのかを今日は話し合っていきたいと思います。今日は長くヘイトスピーチの取材をしている、ジャーナリストの安田浩一さんをお呼びしています。よろしくお願いします。どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。安田さんは2018年11月に前目で外国人労働者の受け入れ政策について解説した時に来ていただいて、はい、1年ぶりということ です、ね。またよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。前回もその外国人労働者が日本ですごく厳しい差別を受けていたりとか、本当に過酷な条件で働いているということを話していただきましたよね。はい、ちょうどあの時は入管法の改正を前にしてお話をさせていただいたと思います。はい、これから、どん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 外国籍の人が増えてくるんだという状況についてお話しさせていただいたと思うんですけども、はい、やっぱりその外国人と一緒に暮らしていく、生活していくといった中で、やはり避けて通ることができないのが差別と偏見、ヘイトスピーチの問題だと思うんですね。はい、はい、そうですよね。特にこうヘイトスピーチは、罵るような言葉でこう差別を煽っているということで、もう本当に問題視されていることなんですが、はい、今回は川崎で条例ができたということで、はい、そのことについて話していきたいと思います。はい、まずこのヘイトスピーチというのは何なのかということを、説明していただけますか。はい、ヘイトスピーチって実は、はい、そんなに古い言葉じゃないんですね、日本社会にとりましては。はい、私も新聞など調べてみたんですけども、2013年に初めて新聞でヘイトスピーチという言葉が使われているんです。はい、もちろんそれまで書評ですとか、そうした部分で使われたことはあったんですが、毎日新聞も含めてヘイトスピーチという言葉が、社会面を賑わすようになったのは2013年の冬からなんです。はい、ですから決して新しい言葉ではない。ですからまだまだ誤解している人も多いんですね。はい、一般的にヘイトスピーチというのは、例えば法務省では、はい、特定の国の出身者またはその子孫であることを理由に、日本社会から追い出そうとするような内容の言動といった形の定義をしているわけです。はい、間違いではないんですけども、はい、国際的な定義で言われているのは人種、民族、国籍、出身地、はい、あるいはハンディキャップ、障害ですね。はい、それからセクシャリティ、そうしたことを理由とした、公弁不可能なものに対する差別、あるいは差別扇動、これをヘイトスピーチということになっています。はい、ですから自分の中でどんなに努力しても変更不可能な属性を差別すること、その差別を煽るようなこと、これを一般的にヘイトスピーチとしているわけですね。はい、そうですね。だからこう何かを批判するとか、はい、そういうことではなくって、はい、生まれた国とか出身地などで相手を差別して攻撃するような内容がヘイトスピーチであるということですね。そういうことですね。ですからよく間違われやすいのは単なる罵倒とか、あるいは下品で下劣な言葉がヘイトスピーチかというと、そうでは決してない。はい、ヘイトスピーチというのはあくまでも、そして相手の属性、しかもこれはもう一つ条件がありましてね、はい、社会的な力関係、もっと言うと不均衡不平等な力関係の中で発せられるものだ、はい、ということですね。はい、ですから例えば私がね、仮に外国籍であった場合に、安田はここから出てけとか、安田は必要ない、はい、みたいな言葉っていうのは確かに乱暴で下品で下劣ではあるけれども、はい、ヘイトスピーチじゃないですね。単に乱暴な言葉ですよね。はい、しかし仮に私が外国籍であった場合に、その外国籍であることを理由に、安田は出てけ、この場から去れ、いなくなれ、はい、これは確実にヘイトスピーチであるわけなんですね。そうですね。はい、外国人なんだから日本から出ていけとか、はい、そういったものがヘイトスピーチに当たる、はい、ということなんですね。そうですね。しかも必ずそこには不均衡不平等な力関係が存在するということです。はい、はい、そうですね。例えば、はい、雇い主が労働者に対して外国人であることを理由にそういったことを言って攻撃するというのは、もうこれはもう、
絶対にしてはいけない行動ですね。その通りですね、はい、今回その条例ができたということで、はいはい、この条例がヘイトスピーチに対してどんな効果があるのかということをちょっとキーワードで書いていただきましたので見せてもらえますか。実効性、はい、私はまあこのようなキーワードを設けています、はい、どれだけ実のある効果を得ることができるのか、うん、ということですね、うんうんうん、実効性があるということは、はい、これまでは対策法なんかもあったと思うんですが、そうですね、実効性がなかった、はい、2016年に、はい、国のヘイトスピーチ解消法が成立しました、はい、これ国会で成立したものですね、はい、それまで日本ではこうした差別、うん、ヘイトスピーチに関して言及した法律というのは一つもなかったんです、はい、先進国の中では非常に珍しいんですね、はい、ヘイトスピーチ差別に関する法律が何もない国というのは珍しいんですが、2016年ようやく日本でもできました、はい、私はこれとっても一歩大きな前進だと思っているんです、はい、初めて外国人の人権に言及した法律であるということで、はい、これによってようやくヘイトスピーチが何かということが、意外と多くの人に、知る機会になったんじゃないかなと思うんですが、はい、この法律は罰則はないんです、はい、つまりどれだけヘイトスピーチをしても、うん、どれだけ差別を繰り返しても、うん、どれだけ偏見をもとに、人を攻撃しても何の罰則もない、はい、このヘイトスピーチ解消法というのはヘイトスピーチというのはやめましょうねと、うん、ヘイトスピーチは良くないですよね、はい、理念を謳ったもの、はい、いわゆる理念法と呼ばれているものなんです、うん、これはこれで僕はとっても大事なことだと思うんですが、はい、しかし理念法だけですと何の罰則もないですから、はい、仮にこれを破ったところで、うん、何もないわけですね。そうですね、実際2016年ヘイトスピーチ解消法できました、はい、できて確かに、ね、社会的な環境変わった部分はあるんですよ、うん、警察がですね、うん、それなりに一定程度の配慮を示すようになったこともありましたし、微々たるものですけども、はいはい、うん、世の中でもやっぱりヘイトスピーチ良くないよねといった意見は多く耳にする機会も出てきました、はい、しかしヘイトデモと呼ばれているデモは繰り返し行われてます、うん、それからヘイトスピーチを伴った会話、ヘイトスピーチを伴った例えば街頭宣伝、うん、こうしたものも繰り返し行われています、はい、ネットではもっとひどいでしょ。そうですね、ヘイトスピーチがあふれ返っている状況です、うん、つまり何の抑止効果がないとは言わないけれども、はい、実効性を伴っていなかったわけです、はい、そうした中で今回川崎市の定めた条例というのはこの実効性を持たせたもの、はい、つまりは罰則を設けたんです、うん、なぜ川崎市でこの条例が成立することになったのか、はい、その経緯はどうなっていたんでしょうか、はい、川崎っていうのは、まあ、関東では有数の国際都市なんですね、はい、歴史的にも外国籍住民が非常に多いところ、うん、中でも在日コリアンの集中地域として、はい、知られているところなんです、はい、まあ、戦前から多くの、まあ、朝鮮半島から渡ってきた人が例えば1910年の植民地時代からですね、朝鮮半島から多くの人が労働者として日本に渡ってきた。その時に、関東でも有数の、京浜工業地帯、工業地帯で工場が集中している、ところでですね、多くの人が働いていったわけです、はい、そうした関係で、あと戦時中は徴用という形でもって、うん、やはり多くの朝鮮半島から渡ってきた人が川崎にで定住していった、はい、戦後もさまざまな国の混乱の中で日本に残った方々が川崎で一つコミュニティを作って今でも多くの人が暮らしているわけですね、はい、つまり外国籍住民の多い町として知られているわけです、うん、ところがそれであるがゆえに、外国人に出てってほしい人々、まあ、いわば排外主義者であるとか差別主義者、人種主義者と呼ばれている人たち、そうした団体がやっぱ川崎をターゲットにしてさまざまなヘイトデモを展開してきた。本当に、ね、一時期は毎月のように、はい、毎週のようにデモや街宣が行われていたんですね。ですからそこで被害に遭っている人々がどうにかしてほしいということを繰り返し言ってきた、はい、ヘイトスピーチ解消法も、うん、川崎の人たちの声が非常に大きかったこともあって、うん、はい、政府が動いたという経緯もあります。そうですよね、こちらが、2016年の時の様子なんですが、奥でこう排斥主義的なデモが行われていて、はい、こちら手前ではヘイトスピーチを許さないというプラカードが掲げられているという状況なんですが、はい、もう安田さんの本にもその時の様子が細かく書かれているんですが、はい、もう本当もうこの場ではもう
見ている人を傷つけることになってしまうので、その時言われている言葉なんかはちょっともう紹介したくないぐらい、はい、もう本当に読み進めるのが辛いような内容のデモですよね。そうですね。この川崎っていう外国籍住民、中でも在日コリアンが非常に多く住んでいるこの町で、その外国人に出ていけということを繰り返しているわけですね。到底許されるものではなかったし、で私もこの現場で何度も取材に通いましたけれども、はい、中でもその住んで実際の当事者の方々は何とかしてほしい、ところがヘイトスピーチ解消法ができても、どれだけ訴えたところで警察に、はい、行政に、このデモをやめさせることはできないのか、デモを中止させることはできないのか、せめて自分たちが被害に遭わない方法はないのか、ということを相談しても取り締まる法律がない、そういう答えしか返ってこなかったわけです、はい、であるならば自分たちの町を自分たちの手で条例を作ることはできないだろうかと、そういう運動を始めたわけです、はい、つまり被害者が多いがゆえに、外国籍住民が多いがゆえに、条例作りというものが、町一体となって進められたという経緯があります。そうですね、はい、安田さんの本にも書いてあったんですが、これはデモが行われることで不快と思うんじゃないんだと、はい、殺されるかもしれないという恐怖を抱くものなんだというふうに書いてありましたが、はいはい、本当にもうその嫌だなとか差別的で辛いなとかではなくて、自分が何か攻撃されたらどうしようかっていう、そういう不安恐怖からこういった条例ができることに至ったということですよね。ヘイトスピーチっていうのは魂の殺人と言われることが多いわけです。実際に刃物でもって切りつけられるわけではないけれども、それと同じくらいの傷を被害者は背負うことになる。だって自分の存在否定されているわけですし、はい、今ここにいるなと言われている、そこで生きていることを許されない、そうしたことをずっと攻撃され続けているわけですね。ですからこれはまさに魂の殺人であって、はい、で人間の否定、人間の尊厳の否定であるわけです、でこうしたことが社会の中で、常に日頃繰り返されているというのは、その被害者を生み出すだけではなくて、その社会そのものを壊してしまう、地域そのものを壊してしまう、私はそのように考えています。ですから何らかの対策は必要だったんですね。そうですよね。一部でですね、その条例に反対する人たちが、日本人へのヘイトスピーチは禁止しないのかという声を上げていたんですが、これはどう考えますか？日本人ヘイトっていうのは、この言葉はね、実際にこの川崎市役所なんかに、この条例に反対する人々が、しょっちゅう電話してくるわけですけども、最も多いのが日本人に対するヘイトを認めることになるのか、そうした苦情抗議だったわけですね、で私もこうした場で話をしたり本に書いたりすると、安田は日本人ヘイトをやめろ、そういった批判は必ず来るわけです、私もついこの間沖縄でもっていろいろ仕事をしてたんですけども、その時沖縄でぶつけられたのが、安田は本土ヘイトをやめろって言われたのね意味が分かんないでしょ、要するに沖縄に基地が集中してると、これ不平等で不均衡な状態ではないかっていうことを言ったら、いやそれは本土に対するヘイトだみたいなことを言われたりね。つまりヘイトという言葉が、かなりいびつな形で乱用されているのは事実だと思います。そうですね、それは強いものがこう弱いものに対して攻撃していることを批判しているわけで、それは強いものを脅かそうとしているわけではないですからね。そういうことです、つまりヘイトっていうのは、さっきも申し上げました通り、不平等不均衡な状態の中で生まれるものであって、同じ土俵の中で戦われていないわけですね、全く違う土俵でもって交わされるものである。そしてしかもそれは必ず社会的に、あるいは歴史的に、社会的に力関係が弱い部分、あるいは歴史的に抑圧されてきた者たち、そうした人々に被害が及ぶわけです、そうした場合、それを考えるとこの日本社会の中で圧倒的な多数派であり、圧倒的に優越的な位置に立っているのは、日本国籍の日本人ですよね。つまり日本国籍の日本人がこの日本社会の中で日本人であるがゆえに差別され、迫害され、排斥されるという恐れはないわけです。つまり日本人ヘイトなる言葉は、定義としても、あるいは用法としても間違えている、ということになります。そうですね。ありえないということですね。そうですね。はい。日本人の中で例えば貧困層だったりとか、いろんな問題があったりとか、いうことも
ありますけど、それはまた別の問題ですから。そういうことですね、はい、外国人と日本国籍の日本人として見た場合に、はい、圧倒的に力が弱いのは、あるいは権力から最も遠い場所にいるのが外国籍、はい、例えば在日コリアンだって選挙権ですらないわけですから、うん、そうですね、ね、でただし、まあ今おっしゃった通り、日本人の中でも、うん、日本国籍の日本人の中でも、例えば障害を持っていたり、うん、あるいはその性的少数者であるがゆえに、さまざまな差別に遭う人、うん、たくさんいるわけです、はい、そうした中ではきちんとやっぱり僕は差別とヘイトというものがきちんと存在する、はい、そうですね、という形になると思います、はいはい、あともう一つ必ず言われるのが、はい、表現の自由はどうなるのかという問題が必ず言われるんですが、はい、これについてはどう考えますか。表現の自由大事ですよね。私も一応曲がりなりにも表現者であり、うん、で中島さんも表現者である、はい、といった中で表現の自由は守らなければならない、うん、そういう前提は私も共有しています、はい、ただし表現の自由っていうのは差別する自由をも認めたものなのかどうかと、うん、いうことなんですね、はい、今回の川崎の条例でもそれは多くの議論になりました、はい、議会の中でもやっぱり表現の自由を損なわないためにはどうしたらいいのか、うん、はい、あるいは仮に川崎市当局が暴走してね、うん、特定の人々だけを貶めるために、はい、この条例を、運用したらどうなってしまうのか、はい、いろんな議論があったわけです、うん、ですから今回のこの川崎の最大の特徴というのは刑事罰を設けたこと、はい、まあ、先ほど実効性の話が出ました、はい、その刑事罰というのは最大で50万円の罰金です、うん、ただしヘイトスピーチを発見したから、ヘイトスピーチを耳にしたから即座に50万円払えとか、はい、即座に逮捕するっていう問題じゃな形にはなってないわけです、はい、第三者つまり学識経験者による審査会を経て、うん、しかもスリーアウト制なんです、はい、要するに2回までは、うん、いわば勧告だったり命令という形が出て、はい、で3回目、それでもヘイトスピーチを繰り返したら、はい、初めて罰金刑、つまり、はい、刑事罰が課せられるという形、はい、しかもそれは必ず第三者である学識経験者でよって組織される審査会でもって審査をするわけです、はい、ですからそこで表現の自由を損なっていないか、うん、表現の自由を脅かしていないか、慎重な議論の末にやっぱり刑事罰を科す、だから簡単に刑事罰を下すためのものではないわけですね、はい、でそれだけに表現の自由というものにやっぱり尊重している、はい、ですから私は表現の自由も非常に大事だから、うん、そこはしっかりと考えるべきだと同時に、しかし、差別することが、うん、あるいはそのヘイトスピーチというものが表現として認められるものなのかどうか、これいろんな議論があると思います。個人的にはないと思ってますので、うん、はい、表現の自由の中に僕は人の存在を否定し、尊厳を否定し、うん、人間を排除する言葉がその中に認められると僕個人は思っていないので、うん、僕は表現の自由と差別の自由はやはり明確にきっちり区分けすべきだと思っています、うん、それから先進国の中でヘイトスピーチに関して何ら法的整備されてないのは日本とアメリカだけなんです、うん、ヨーロッパの諸国では、まあ、多くの場合にはヘイトスピーチに関する何らかの法整備がなされている、はい、アメリカはないんです、うん、スピーチに関してはないけれども、はい、アメリカでは例えば公民権法であって、うん、明確に人種差別そのものが、はい、禁止されている、あるいはそれ以前の問題としていろんな企業でね、最近も日本企業で特定の人を雇わないってことをツイートして炎上した、はい、どっかの大学の准教授がいますけれども、はい、アメリカでそれやったらアウトですよね。そうですね、なんとか人をうちは雇用しませんと、うん、それ言った時点でもって社会的に糾弾されてしまうっていう、少なくともそうした環境っていうのがある、うん、日本はまだそこまで熟していない、成熟していないということを考えると、うん、やはり先行すべき法整備っていうものは僕は必要じゃないかなという気はします、うん、そうですね、はい、こう議論がこういつもごちゃごちゃになってるなと感じるのは、例えばその外交問題を批判したりとか、はいはい、その他国の政策をこれは違うんじゃないかと、はい、批判するとか、はい、そういったこととは全く別物ですよね。そうですよね。ヘイトスピーチというのはおっしゃる通りです。だから他国への批判なんていくらでもやればいいし、はい、いろんな立場の方々が自由にやればいい、はい、僕は喧嘩したって構わないと思っている、はい、だけれどもそこに人種とか民族とか、はい、あるいは特定の国を、うん、だけを意識して、はい、反発を示す、これはね僕は違うと思ってるんです、うん、これ真っ当な喧嘩もできないでしょ。そうですね、常にヘイトスピーチだと取られてしまう、うん、あるいは何々人だから劣っている、うん、何々人によって構成されている国家だからダメなんだっていう物言いは、うん、対等な真っ当な喧嘩すらできないような、うん、つまりヘイト国家を作り出してしまう、はい、僕はそう思ってるわけです。そうですよね、はい、
安田さんの本にもたくさん書かれているいろんな例の中でも、はい、こう何が不満なのかとか、はい、何を批判しているのかと聞いても答えが出てこないですよね、はい、もう本当に答えっていうのはあなたが何とか人だからっていう、はい、そこしかないじゃないですか、はい、それは全く批判でも何でもない、はい、子どもの喧嘩にも満たないような。そうですよね、あれですよね、だから子供同士の喧嘩の方がまだマシなわけですね、そこにやっぱり、偏見に基づいた、差別を持ち込み、そしてその煽る扇動するっていうことのいかに恐ろしいかっていうことはやっぱり僕らメディアもねきちんと発信していった方がいいんじゃないかなと思うわけです、うん、そうですね、メディアの役割っていうのは、うん、その差別がいけないよっていうだけではなくてやっぱり地域社会であったりあるいはこの日本社会全体をきちんと機能させる守る、うん、そのためにも、私はヘイトスピーチというものをなくす努力というのが必要だと思っています、はい、社会を壊さない人を壊さない地域を壊さない、うん、これメディアの役割の一つじゃないかなって気もするんですね。そうですよね。あとあのネット上では、はい、もう日々いろんなヘイトスピーチを見ますよね、はい、であのこう特定の人種の方だけでなくて例えばネットだと気に入らない人に対して、はい、うん、外国人なんじゃないかとか、はい、日本人じゃないだろうっていうようなことを言ったりするところまでもうエスカレートしてますけれど、それに対する罰則っていうのはまだないんでしょうか。ないですね。例えば特定の個人、特定の団体に対するネットの書き込みっていうのは、うん、面倒な話であるけれども、その IP アドレスをたどったり、さまざまな手を尽くしてですね、個人を特定し名誉毀損であったりさまざまな侮辱罪であったり、法的に問う場面も出てきますけれども、ヘイトスピーチ、つまりネット上のヘイトスピーチを取り締まる法律は少なくとも存在しないし、で今回の川崎市の条例でも、はい、ネットに関しては、例えば被害者の救済であったり、そうしたことに協力はするとは言ってるけども刑事罰の対象にはなっていません。これは誰がどこから書き込んだのかあるいは市民が被害を受けているのかさまざまな条件あるいは実際に特定することの難しさというものもあるかもしれません、まあ、もちろん今非常に、ね、技術が進んでますから多くの場合にひどい書き込みは特定が、きちんと特定できる場合も少なくないですけれども、はい、まだまだむしろネットにおけるヘイトスピーチというものもきちんと本腰入れて考えなければいけないなと思っています。見るだけで生きる気力を失う人っているんですよ。そうですよね。たかがネットとは言えない部分は大きいと思います、あるいは僕が日々接している例えばヘイトスピーカーたちっていうのは何から影響を受けているかというと、まあ、大概ネットですよね。そうですよね、ネットによって偏見が生まれ、ネットによって差別が生まれ、ネットによって人を排除しても構わないっていう理論をそこの中で身につけてしまう、しかも多くの場合誤った知識が根底にあるわけですね、何々人が劣っているというその知識というのは誤った知識をもとに熟成されたものであるから、僕はかなり大きな問題をはらんでいると思っています。そうですね、はい、まあ、川崎をからだんだんこうヘイトスピーチはダメなんだという、こう意識が広まっていって、まあ、それがなんとかネットまで波及すればいいなというふうに思いますが時間はかかりそうですね。そうですね、かかると思います。あのだけど今いくつかの自治体でもってやっぱり川崎モデルって言われている今回のこの条例、非常に学ぶべきじゃないかという議論は各地で起きてます、あのすぐに導入するかどうかは別として議論の対象としているところは少なくないように思いますし、あの日本社会ではね、僕は例えばかつてと比べればヘイトデモ、先ほどの写真見せていただきました、このバックにもありますよね、こうしたデモの回数ですとか、こういうのは動員っていうのは落ちてるんですよ、少なくなってるんです、少なくなった理由の一つはやはりこのデモに反対する人々が増えてきたということ、そういう人々がきちんとヘイトは許さないって意思表示をするようになったこと、それからヘイトスピーチの意味、これがいかに怖いものなのか、いかに地域や社会を壊すものなのかということを社会全体で認識するようになったっていうのは大きいんだと思います、でもう一つ怖いのは、こうしたデモが減ったからいいのかって言うと決してそうではない。そうですね、ネットでのヘイトスピーチは相変わらず、なのと僕が最近ドキッとするのは街頭でもってヘイトデモを見た時も正直言うと怖いけれども、例えば飲み屋とかね、喫茶店とかね、あるいは職場とか学校とかさまざまな場所で不意に耳に飛び込んでくる時があるでしょ。ありますね。でふっと振り返って誰だと思うと普通にスーツを着てネクタイを締めたサラリーマン会社員がヘイトスピーチをしている、そういう局面というのは何度も何度もやっぱり
僕も立ち会うわけですよ。そうですね。その時の怖さっていうのは街頭でヘイトスピーチを目にした時の怖さとまた違った恐怖を感じます。つまりかなりソフィスケートした形でもってヘイトな空気が流れている。そしてもっと怖いのはメディアがそこに時にですよ、安易に乗っかってしまうことがある、はい、ということですね。そうですね。だメディアの、はい、お墨付きを得た状態になってしまいますよね。そこにこう乗ってしまうと、はい、あのテレビでも言ってたとか新聞にも書いてあったっていう風になってしまうっていうのが一番メディアが気をつけないといけないところですよね。 ですね。ですから今大手のメディア、例えば電波なあのテレビなどでね、特定の国の人々を批判したり非難したり、はい、あるいはネットメディアでもそうですけども、著名人が影響力のある著名人がそういうことを口にしている、はい、著名人だからといってみんな簡単に受け入れてしまうけども、その著名人が口にしている言葉というのは例えば2013年14年ぐらいに、ヘイト団体在特会などをはじめとするヘイト団体が街頭で叫んでたことと全く同じですからね。それが今堂々と大手メディアの電波に乗ったり活字に乗ったりしているという現状、私はこれもやっぱり非常に警戒すべきものだと思っています。そうですよね、はい、もうとにかくこう差別的なことをされた時、はい、私もあのアメリカの高校に通ってた時があって、その時にやっぱりあのお店に入った瞬間に万引きしただろうって言われたりとか、もうえって思うようなことを、まあその直接的に何か日本人だからって言われたわけではなかったけど、まあその他の日本人もあの家でこうポストを開けたらあの泥棒と言われて通報されたとか、そういうことがあったりして、その辛さっていうのはやっぱりなかなか受けてみないとわからないところがあると思うんですけど、やっぱり受けたことがなくてもやっぱり想像力を働かせて考えてほしいですよね。そうですよね。アメリカに行けばね、あの日本人もアジア人一括りにして差別されるという現状はありますし、あのただ日本社会で、マジョリティとして生活していると自分が差別されるという経験は確かに少ないかもしれない。ただね、僕はその差別される経験が少ないというのは強みにしたいと思っている部分もあるわけです。なぜかというとこの社会で私、例えば私個人で言えば、日本国籍の日本人なんですが多数派ですよ、多数派であるというのはどういうことかというと、私自身が差別される恐れがほとんどないということ、もっと言えば傷つく可能性も低いということなんです。さまざまなことで差別されることあったにせよ、国籍を理由に、人種を理由に、日本人であることを理由に、僕は少なくとも日本社会の中で差別されることは絶対にない。つまりこの強みをどう生かすかというと、痛みを引き受けることが十分にできるこの体質、この環境、この属性を利用して、そうした多数派こそが差別に反対する、これが大事じゃないかなと思うわけです、はい、つまりマイノリティのと差別者の問題にしない、はい、戦っているのはマイノリティと差別者ではなくて、差別している人間に対して、いやお前の敵は日本人の俺だからと言えるような環境づくりをしたいな、はい、そのためにね、日本社会がもっと差別に対して徹底的に非寛容、不寛容であるべきだと思ってます。つまりこれはいじめを見逃さないっていう初歩的なやっぱルールと僕は同じことだと思うんですね。そうですね。で安田さんにですね、今後そのヘイトスピーチ対策っていうのはどうなっていくべきかということを、あのキーワードを書いていただきましたので、お願いします。どうあるべきかって難しいんです。新しい法律を作るのか、あるいは教育の充実させるのか、いろいろ難しいんですけども、今私が言えるのはこういうことなんです、差別する自由はない、もう一度繰り返します。表現の自由と差別は違うんだということ、そして差別する自由というのは僕はあってはならないと、思ってるんですね、あのよく表現の自由が大事だっていう人はたくさんいるわけです、僕もその一人ではあるけれども、じゃあ表現の自由が大事だ大事だ大事だって日頃から言ってる人々に問いかけたいのは、今この社会の中で最も表現の自由を奪われ、言葉を奪われ沈黙を強いられているのは誰だと思いますか、マイノリティですよ、今少数者がマイノリティが発言をするたびに自分の権利を訴えるたびにどれだけバッシングされますか、どれだけ批判非難されるか、どれだけ中傷されるか、自分はこの日本社会できちんと当たり前のように生きていたいと口にするだけで出てけと言われる、外国人のくせにと言われる、あるいは逆にね、いやお前なんか特別な権利持ってんだろ、在日特権みたいな
手垢のついた言葉でもって差別される、結局みんな黙らざるを得なくなってくるわけです。ヘイトスピーチの最も大きな効果というのは沈黙効果と言われています。はい、つまり沈黙せざるを得ないような状況にマイノリティを非差別者を追い込むことができる。はい、その時点においてヘイトスピーチというのは有効なんですよ。そうですね、人を黙らせることにおいては、ね、ですから今本当に表現の自由を奪われている人のためにこそ、はい、私たちは差別する自由はないんだということを社会的な最低限の規範とするような環境づくりをしたいし、はい、できたらいいなと思ってます。はいはい、今日はどうもありがとうございます。本当になんかこう、はい、あの差別っていうことにしっかり戦っていくっていうことを、今日はもう明言して、はい、メディアとしてもそれはあの社会を、はい、あのこう差別を許さない社会を作っていくようにしたいですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では今日の前目はこれで終了です。次回は12月26日午後10時から放送します。前目では皆さんからのニュースの疑問に答えます。このニュースどうなってるのという疑問があったらハッシュタグ前目をつけてツイートしてください。では来週も見てね。